もてなし武将隊がこの戦を務めさせていただくし、皆の者、名乗りを上げよ。おお、武士の中の武士、誉れ高き我が生き方、猿のそれすべて、多くの者たちの支えあってこそ、その者たちに害なすれば、我が雷霧をもって、はっ、一刀の踊り、ただ聞いてくれ、それこそ、義を重んじる、我が橘の道なり、拙者、筑後国、柳川城城主、西国武装、橘、嬉しげである。共に極めし我が生涯、それすなわち太平の世のため、民がため、画僚のごとき賢人の咲かせてみせるは、千人恥じなき女優の人々。わしが武前国小倉城城主細川忠興である。おお、物の人は何を求め戦場を生きる。欲する者は国か、私利私欲のための力か、いな、それすべてこの世の秩序を乱す者。黒田の武士は死してその生き様を示すことにあらず、乱世を生き残るため我が知略天下に捧げる所存に候。我こそ筑前福岡黒田家藩蔵、黒田官兵衛、義高である。我らの志す者、民の笑顔、日の元の明るい未来、そのために我らのなすべきことは何だ。壁にぶつかることもあろう、迷うことも立ち止まることも、手を取り合うことも、アイエットではなく別の答えがあるのだと、あまたある道から最上の未来へたどり着きたい。我らは歩む。さあ、皆も共に歩む。我ら熊本城をもてなし武将隊。
ございました。皆様方改めてこんにちは。素晴らしい、いい匂いが立つ。いい匂いは声とは関係ございません。嘘でございます。昨年実は我らこのくまモン満感謝祭、まあ、2015の方でもこちら福岡にて出陣たし、しかしは大変な雨であった記憶がございます。されど今年はこのような誠素晴らしい天気、これすべて皆様方が与えてくださったものでございます。ようこそお越しくださいました。さあ、じゃあ一つ頼んでもいいですか。あ、私実は筑前福岡の、まあ、半祖と黒岳でございますゆえ、ぜひとも皆様方からお帰りという声が聞きとうございます。いただいてもよろしいですか。お願いします。ではせーの、お帰りなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと羨ましいではないか。我ら羨ましいですからね。これが筑前福岡の力でございます。なるほど。まあゆえにこたびこのくまモン満感謝祭2016 in 福岡というところは、この福岡市役所前の出会い人というところで行われている次第でございます。さあ、この度くまモンの、まあ、生誕祭なども祝うところもございますが、はい、県外から来とるというお客人がおられました。ぜひとも来て、わあ嬉しい。昨年もおって今年もおるというような県外からくまモン殿の生誕日を祝いに来たわけでございますか。素晴らしいの、嬉しいことでございますね。ただこの中で我ら熊本城おもてなし部招待、この度初めて知ったという方もおられますゆえ、嬉しい殿、我らの説明お願いいたします。かしこまりました。我々は熊本城おもてなし部招待と申し、今から約400年前、この日の本がまだ戦国の世であった安土桃山時代を生きた物の集団当時によみがえり、熊本城を拠点に毎日おもてなし、さらには先ほどお見せしたようなおもてなし演舞、当時でパフォーマンスを披露しております。またお声がかかれば、この度のように県外各地、さらには世界各地へ発散し、熊本の観光魅力を伝えております。この中でもっと我らのことをよく知りたいと思われた方、あんまりいないということです。そんなことないですよ、ちょっと恥ずかしかっただけですよな。違います、その逆です。もうみんな知っておるんです。あ、もうみんな知っとると、はい、もう我らの演舞もすでに見たゆえ、もうその時点で我らのこと。 ありがとうございます。なるほど、さすが。では、拙者のこの、よいしょしますよ、わしは。拙者の旅はよいしょしますからね。拙者のこの下り必要ありましたか。だからこそわしのちょっと株が上がり申した。我らはかませでございます。大事なことだから言う。まあね、もしかしたらね、ちょっと忘れとる方もおるかもしれんから、そうじゃない、言わせてもらおう。我ら熊本城おもてなし部署で検索していただければ、我らの公式ホームページ、つぶやき、さらには日々の活動を綴った武士の記録と書いてのブログなるものも毎日綴っておりますので、どうぞそちらもご覧くださいませ。してこたびこの場に発散しておるのはこの3名でございます。どうぞ皆様方よろしくお願いいたします。さあ皆様方おるこの会場、まあこの筑前福岡という土地でございますが、皆様がおる場所に限っては実は熊本県全てが集まってるわけでございます。ぜひとも皆様方にはこの1日、そして明日もございます、2日間を通して熊本の魅力を多くの方々に知っていただきたい、そして皆様方にも全てを堪能していただく思う次第にございます。されど我らは熊本城おもてなし武将隊ということで、熊本市にございます。熊本城、これは筑前の殿として礼を言わねばならない。ありがとうございます。いやいやいや、そんなそんな、頭をお上げくださりませ、頭をお上げくださりませ。冒頭民にケツを向けることはないですからね。やめてください、ものと礼を出してくださる礼を。まあまあ続きでございます。我ら熊本城は熊本市にござるゆえ、ぜひとも熊本城のことも知っていただきたいということで、ただおくとよろしくお願いいたします。はい、わかった。まあ、我らが拠点としている熊本城、難攻不落の城として多くの方々に知られております。そして昨年、まあ、わしらこの地に、まあ、お呼ばれされて、まあ、参加していただいたんですが、そこで申したときにトリップアドバイザーと呼ばれる旅行聞き込みサイトにて、行ってよかった日本の城という部門がございまする。そこで
2年連続1位を取ったとこの場で申したが、はい、3年連続になりました。ありがとうございます。やったぞ。ありがとうございます。ああ嬉しい限りだな。嬉しすぎて後ろにおるクマモンもやったぞって言ってあれ元からずっとこうしとるわ。心なしか触れとりますから。あ、まあ、触れとるな触れとるな。なあ、いやしかしながらこのように嬉しい賞をいただき申した。なあ、しかしながら我らはこの賞に甘んずることなく4年目を狙いまする。ぜひとも皆様方熊本城にお越しくださり、この熊本城の良さを知っていただきとうございまする。ぜひとも熊本城よろしくお願いいたしまする。では皆様方には我らのおもてなし演舞まだまだ披露させていただきます。続いては立て続けで2本お送りしてまいります。トップとご覧あれ。